左の腰が痛い、そして左の座骨神経痛がある方は見てください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛を改善させるためのヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、今日なんですけども、今日はですね、ちょっと初の試みで症例報告っていうのをさせていただければなというふうに思います。で、今回ですね、お話しさせていただく方っていうのは、まあ、70代男性の方で、左腰の痛み、そして左座骨神経痛がある方を、まあ、2ヶ月施術した中で改善できたお話をしていこうかなというふうに思います。で、まずね、この話をなんで聞いてほしいのかっていうと、いつもですね、私がストレッチだったりとか、いろいろお話ししてるじゃないですか。で、その中で、今整体に行ってます、整骨院に行ってますっていうふうにおっしゃってる方いらっしゃるんですけども、ちゃんと今から私が言うこと、をそういった視点ですね、視点を持って日頃、施術をしてくださってる先生なのかっていうのを一回ね、こう見てみてください。はい、で、これがね、全てではないけど、ちゃんとそういうことを考えた上でやってる先生なのであれば、信じてついていってもらっていいと思いますし、なんか違うなって思うのであれば、もしかしたら変えた方がいい可能性がありますので、まあ、ぜひ最後まで見ていただければと思います。で、ちなみに、この症例報告をした最後には、実際に私の施術を受けてくださった方と、まあ、インタビューを取ってますので、まあ、そちらの方もよかったら見てみてください。はい、そしたらですね、本題に入っていこうと思うんですけど、まあ、左が腰が痛いとか、左の座骨神経痛がありますっていう人いらっしゃるじゃないですか。で、おそらくそれに対してあなたは、まあ、病院に行って痛み止めを飲むか、注射を打つか、湿布を貼ったり、あるいは整骨院だったり整体とかに行って、まあ、骨盤がずれてるねとか、足の長さがうんぬんかんぬんとか言われてる可能性が非常に高いかなっていうふうに思うんですけども、まあ、こういう症状を治していくのっていうのはそういうことではないんですよね。ちゃんとあなたの日頃の生活習慣だったりとか、まあ、既往歴だったりとか、まあ、症状から紐解いていくものになってくるので、まあ、そこをね、今からお話しするので聞いていただければと思います。はい、で、このお方っていうのはですね、まあ、先ほど言ったように70代の男性の方です。で、左腰と左座骨神経痛っていうのがあるんですけども、動いてる時、まあ、日中普通に歩いてたりとかする分はそこまで問題がないんですが、座ってるとですね、1時間ぐらいしてくるとこういう症状が出てくる。それと夜ですね、まあ、寝てて朝方になってくると痛くて目が覚めるっていうことが、まあ、起きた方でした。で、それがですね、交通事故をきっかけに起きるようになったらしいんですよね。で、交通事故をしてから、3、4ヶ月間病院だったり整骨院とか行ったけども、まあ、改善しなかったので、うちに来ていただいたっていう次第なんですけども、今回キーになってくるのは、まずこの交通事故ってところと、便秘っていうところです。で、これなぜなのかっていうのを今からちょっとお話をしていきます。まあ、このお方のですね、姿勢としてはこういう姿勢ですね。ちょっと見にくいんですけど、まあ、猫背みたいな姿勢になっている状態です。まあ、立つとこういう状態なんですけども、まあ、座ると、はい、ちょっとこういう感じになってるんですが、まずね、交通事故をしたことが過去にある人ですね。過去にある人っていうのは、非常に腰痛だったりとか座骨神経痛を引き起こしやすいです。で、これなんでなのかっていうと、交通事故になってきてしまうとですね、交通事故に遭ってしまうと、腰包茎筋って言われる筋肉がですね、キュッて硬くなってしまう方が多いんですよね。で、腰包茎筋っていうのは、まあ、腰についてる筋肉ですので、そいつがギューって硬くなってきてしまうと、まあ、腰が痛くなってくるってことも当然ありますし、あとは、こいつが硬くなってきてしまうと、まあ、反り腰っていうのを作ってしまいます。で、この腰包茎筋の前、近くにはですね、神経とかも走ってるので、それで座骨神経痛が出るケースっていうのがまず一つあるんですよね。で、もう一個、右じゃなくて、なんでこの人は左に出るのかなっていうのをちょっと考えていった時にですね、まあ、便秘ありますっていうふうにおっしゃったんですよ。便秘がありますですね。で、便秘がある方っていうのはですね、大腿筋膜張筋って言って、まあ、骨盤の横の筋肉が硬くなってる人が多いです。じゃあそこどうかなと思ってね、こう右と左の大腿筋膜張筋と言われる筋肉の硬さっていうのをちょっと確認してみたんですけども、明らかに左の方が硬いんですよ。はい、ってことはこの便秘もね、関係してるんじゃないかなっていうふうに感じました。で、左が硬い理由、ごめんなさい、左の腰痛とか座骨神経痛が出るのも、まあ、それと関係してるんですけども、左のね、大腿筋膜張筋っていうのが、まあ
硬いってことはそんだけ縮こまってしまってるんですけど、そうなってきてしまうと右と比べて左側の方が反り腰の方に持っていかれやすいです。反り腰ですね。でなおかつ反り腰に持っていかれてしまうと腰方形筋っていうのはますます縮こまって固まってしまうっていう、まあ、悪循環になってきてしまいます。そうするとね、立った時にちょっと見にくいですけど、左に体がちょっと倒れてて、なおかつちょっと左にねじれるような姿勢になってきてしまうんですよね。はい、こういう状態になってきてしまって左に症状が出てるんじゃないかなっていうふうにまず考えました。じゃあ、まあ、姿勢どうかなっていうのを考えた時に、まあ、こういう姿勢になってるってお話をさっきしたと思うんですけど、この人は立ってて大丈夫なんですよ。でも座っちゃうと痛くなっちゃう、あるいは寝ちゃうと痛くなっちゃうんですよ。でこれってね、何が違うのかっていうのを考えた時に、下半身がもあの下半身を使ってるか使ってないかの差じゃないですか。立ってる時はこのお尻より上、座ってる時はお尻よりも上で、立ってる時は足からここまで関係してくると思うんですけども、座ってる時が痛いのであれば、まあ、こっからね、この上のところに何か問題があるんじゃないかなというふうにまず僕仮定したんですよね。でこういうふうになってるっていうのを見ていった時に、まあ、さっき言ったように腰方形筋っていうのは腰にあります。そして大腿筋膜張筋っていうのは、まあ、この骨盤の横ですね、横前みたいなところにこういうふうにあるんですけども、これ見て、この姿勢って後ろにね、重心がこういうふうに倒れちゃうんですよ。骨盤がまあ後傾って言って後ろに倒れるような状態になってるんですけども、さっき言いましたよね、この筋肉たちは反り腰の筋肉ですよってお話をしたと思います。ってことはこっちにね、重力がグーンってかかってしまうのであれば、この筋肉たちはピーンって引き伸ばされるの、なんとなくわかりますか？はい、ピーンって引き伸ばされてきてしまうんですけど、そういうことが起きてしまうと、この腰だったりとかに圧力がかかりすぎてしまって、腰痛だったり座骨神経痛が出てくるんですよ。はい、なのでじゃあこのね、大腿筋膜張筋とか腰方形筋を柔らかくすれば治るじゃんって思う方がいるんですけど、これちょっと甘くて、これ何なのかっていうとね、これちょっと重心見てほしいんですよ、この人の。これね、ここ見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、猫背になってるって言ったじゃないですか。これは猫背になってきてしまうと、どうしてもですね、体重が後方重心って言って後ろの方にね、重心がいっちゃうんですよね。はい、でそういう人に対していきなりね、ここを触ってきてしまうと、せっかくお尻の筋肉だったりを固めて骨盤の安定とか腰がもうこれ以上動かないようにしてるのに、ここを緩めてしまうと上半身が動いてない状態で骨盤周りが柔らかくなってきてしまうと、ますます動きが出るようになってきて悪化しましたっていうことが絶対起きてきたりとかします。だから僕はこういう姿勢をまず見た時に、あ、この人は猫背になってきてるから、まずこれが開かないといけないよねっていうふうに思って、こっちの施術っていうのをまずメインで していきました。それがいつもね、こう言ってる胸筋を柔らかくしてくださいとか、広背筋を柔らかくしてくださいって言ってるじゃないですか。そこはそういう意味なんですよね。はい、でそこが整った上で、座ってる時のね、痛みは良くなったんですけども、まだね、寝てる時の痛みっていうのが取れなかったんですよ。はい、でこれはもう腰方形筋の問題だなっていうふうに思って、でこれはトリガーポイントって言って、なんだろうな、今痛みがね、敏感になってるポイントっていうのがあるんですけど、それが寝てる姿勢の状態っていうのが、そこが刺激されてしまって痛みが出てるんじゃないかなと思ったので、まあ、シンプルに腰方形筋ってところを、ストレッチかけてあげたりとか、まあ、マッサージしてあげると、もう次回来た時からもう大丈夫っていうふうになってたので、あ、そういうことだったんだなっていうふうに思いました。はい、ちょっと早口で自分でも何言ってるか分かんなかったんですけども、まあ、そういうね、視点を持って僕は施術をさせていただいてます。だからあなたがね、今やってもらってるその治療っていうのが、何のためにそこを触ってるのかっていうのをちゃんと説明されましたかってところになってきますよね。はい、説明されてないで、なおかつ、例えば3ヶ月やってて治療が全く内容が変わらないってことであれば、多分合ってないと思います。はい、本当にね、根本的に改善したいのであれば、トライ
アンドエラーですよね。やってみてどうだったのか、じゃあなんで効果が出たのかとか、なんで効果が出なかったのかっていうのをちゃんと分かった上で次の戦略を立てていくってことをやっぱ僕たちがやらないとですね、患者さんっていうのは治っていかないので、まあ、今のお話を参考に、自分の治療だったりとか先生が合ってるのかなっていうのを判断していただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけど、この後、実際に、まあ、この方のインタビュー動画撮らせていただいてますので、興味がある方は見てみてください。では、どうぞ。そしたら行きますね。はい。ちょっと待ってね。僕の方緊張しますね。大丈夫ですかね。はい。そしたら、患者様のお声をいただけるということで、どうぞよろしくお願いします。はいはい、はい、まずはですね、はい、当院にいらっしゃる前っていうのは、はい、まあ、どのようなご症状でお悩みだったでしょうか。年に 1,2 回は必ずぎっくり腰が出るんですよね。ぎっくり腰、はい。で、特に今回お伺いしたのは、うん、去年の8月に、はい、交通事故にあってですね。去年の8月に交通事故に、はい、はい、で、まあ、整体とか椎骨院とか、うん、まあ、3ヶ月、4ヶ月帰ったんですけど、なかなか治りきらんで、はい、うんうん、で、そしたら、そうこうするうちに腰が、はい、ぎっくり腰の痛さとはちょっと違うんですね。ぎっくり腰はちょっと違うよね、うん、違う痛さですね、はい、で、それがずっとこう、あの硬い の, あの裏側まで、はい、足先までこう痺れるような感じ、お尻とか太ももとかですかね、はい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 、がしびれだったんで、これが、はい、もうとてもじゃないなと思ってたところ、うん、たまたまあの、はい、折り込みチラシ見たもんですから、ね、チラシ見てってことですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、で、もともとその、去年交通事故に遭われてから腰が痛かったりとか、はい、座骨神経痛が出てたと思うんですけど、はい、最初はそれに対してどのようなことをされてたんですか。うん、あのさっき言いますように、うん、あの整形外科、うん、それから整骨院ですね、整、はい、体、うん、そんなとこ行ってましたけど、はい、赤々しくないっていうか、うん、もうちょっとこれじゃダメだなみたいな感じで、はい、3ヶ月ぐらい通いましたけどね、うんうん、ダメだったんで、はい、うん、困ったなみたいな感じだったんですよね。困ったなってとこだったんです、うん、ちなみにその整骨院とか整体とかでは、うん、当時どんな治療されてたんですか。整骨院はですね、はい、最初20分ぐらいあの電気、なんか電気を通してですね、うん、はい、あのこうビリビリビリってくるようなやつ、うん、あとはあの先生のとこみたいにこう、はい、あのウェットでいろいろあのまあこう視圧っていうんですかね、はい、それから首をガクガクッとかしたり、はい、腰を下ろしたり、うんうん、そんなやつですね。そういう感じでされてたってことですね、はいはいはい、で、まあその中で折り込みチラシを見て来ていただいたと思うんですけども、はい、その中で実際に、まあ、うちの問診だったりとか、はい、カウンセリングだったりとか、はい、施術っていうのは、受けてみてどんな感じだったですか。いやーもう全然その、うん、目から鱗って言いますかね。ありがとうございます、はい、うん、前あのやってもらったことのない方法やし、うん、はい、あのまあ何よりもこう前回、うん、あのここがこういう風だからってことで治療してもらって、はい、その運動をですね、うんうん、続けて、はい、で、まあ、前回の後どうでしたか、聞きましたか、聞かなかったか、うんうん、まあ、その辺もあの次お答えしてですね、はい、でそれをまたあの取り入れて先生が、うん、じゃあ次はこんなしようとか、はい、ここでいいんじゃないかとか、うんうん、まあ、そういうふうにしてこうあの痛い原因にあの焦点をこう、はいはい、やりながら絞っていく、うん、まあ、それって今まで私経験のないことでですね、うん、はい、すごくなんかあの新鮮に映ったし、また、うん、あの自分にも効いたような気がしますね。はいはい、なるほどですね、はい、で、まあちょっと重複する形になると思うんですけど、はい、整形外科だったりとか整体とかいった中で、まあここ、まあ、僕とですね、はい、そういったところっていうのは明確にここが違うってところがあればちょっと教えていただけたらなと思うんですけど、うん、やっぱり今言ったところですね、うん、それともう整体整骨院っていうのはもう、はい、
もう1回目も、うん、その3ヶ月後もですね、はい、同じやり方ですね。あ、ずっと同じやり方、はいはいはい、だから、まあ、その時はそのちょっとほぐれてですね、はい、あの、あったかくなってなんか気持ちよくかって、うん、ああ少しは治ったかなみたいに感じるんですが、はい、長続きしないというかまた、はいはい、もう2、3日するとっていうような感じですね。その場は良くなるけど、はい、お家に帰ったりとか、はい、翌日とかには症状が戻ってくるってことですね。はいはいはい、わ、はいはい、かりました。で、座骨神経痛っていうか僕のこの動画を見てくださってる人って、はい、座骨神経痛で悩んでる人っていうのが、はい、もうめちゃくちゃいらっしゃるんですけど、はい、その方たちに対して何かメッセージがあれば、はい、皆さんから言っていただければと思います。はいはい、私がその先生に施術してもらってですね、はい、あの感じたのは、まあ、最初から比べたら、はい、もう本当かなりあの効果が出たというか、はい、あの日に日に良くなっていってるのが自分でも、はい、もう実感できるんですよね。うんうん、だからまあ他の人、まあ人それぞれ会う人会わない人いるんでしょうけど、はい、まあ私はその駆け込み寺先生の方、はい、になるんじゃないかなと、はい、だからぜひ先生のとこでですね、はい、あの結局やっぱり笑おうもすがらみたいすがる思いの人っていうのは結構多いと思うんですね。はい、実は要ですからね。そうですね。だから一回あのチャレンジされたら、うん、トライされたら、はい、あのいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、あの座骨神経痛も腰痛も何でもそうですけど、うん、まあ、人によってねやっぱ原因っていうのが違いますし、うん、そこをやっていかない限りはまたこう症状が戻ってきてはっていう繰り返しになっていきますので、まあ、人それぞれに合った治療っていうのを受けていただくことが大事になってくるかなというふうに思いますので、はい、まあ、今後も今までねお伝えしてきたセルフケアっていうのを頑張っていただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日はこんな貴重なお時間いただいてどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。はい、ありがとうございました。